私が一番の悩んでいるのは、1年半前に衝突事故で、左膝を負傷しまして、そのため、1年半ほど動かさない生活をしてきましたら、今階段上り下りをやっとマシにはなったんですけれども、ビッグを引いた状態で歩いているのが負担です。もともとそれ以外はもともと右肩がひどくて、はい、右肩の凝り、 右首の凝りは、昔の職業病からずっと続いているので、それが悩みです。何の職業だったんですか、職業病って。郵便局員でした。ずっと手を書いたり、血圧を数えたりして、もともと筆圧が強いもので、ずっと握って右肩の腰がひどいです。はい、わかりました。じゃあ一応深めに腰かけてください。一応チェックしますね、肩甲骨ね。ちょっと手前行きますよ。よいしょ、引きます。まあちょっと硬いかないうぐらいで、まあ操縦所じゃないですかこれ。はい、こっち来ますね。はい、なんかこっちの方が柔らかいような気がしますね。はい、今度これ、はい、これ大丈夫ですね。はい、 OK、 ちょっと下ろします。はい、こっち普通ですね。はい、前から行きますよ。はい、これそう悪くないですね。はい、若干硬いぐらいですね。はい、こっちの頭で寝てください。膝やったらこっちですね。そうです。ここ折っちゃった。痛みがずっとある。痛みがある。はい、ちょっと痛、もし痛くて言ってね。はい、先生裏上がりいきますよ。はい、こちらが、あ、無理せんでいいよ。楽に力を入れてってね。だいたい90度ぐらいですね。はい、はい、楽にしましょう。はい、はい、よいしょ。上がるぐらいはそんなに変わらないですね。はい、これ折りますよ。いやいや、ちょっと待ってね。これ嫌ですか。大丈夫。大丈夫。はい、今度はこれを横倒してください。これ嫌ですか。大丈夫。大丈夫。こっちは曲げれない。はい、ちょっと、これ嫌ですか。痛くはない。痛、違和感はある。違和感ある。はい、横倒して、これどうってことない。ちょっと違和感ある。はい、ごめん、ね、ちょっと、曲げますからね。痛くて言うとよ。硬いな。これでこうしても大丈夫。うん、でもまあここはね、この指ぐらいですよね。こっち行きますね。はい、折ります。はい、あ、これはこっちの方がいかないですね。大体もう一回ここ曲げますね。はい、こっちこれグッと押すと、そうですね、大体僕のこの指4本分ぐらいで、こっちがギュッと押すと、このズームが入っちゃうんで、これを超えてますね。はい、いいですよ。ほんで今度ね、力比べいきますね。手伸ばしてください。で、私こう下げるからね、上げとってくださいよ。 1,2,3、 うん、そこそこ入ってます。はい、こっちに乗っていきましょう。はい、 1,2,3、 そうです、入ってますね。そこそこ、この折りますね。これ僕下げるから上げとってね、いきますよ。 1,2,3、 OK、 大丈夫。はい、こっちいきますよ。はい、 1,2,3、 あ、これが一番顕著ですね。全然力入らない。もう一回いくよ。近いで、1,2,3、まあ、全然入らない、ね。うん、だから一応ゴールとしては、これはしっかりね、力入るようにしたいなというところですけどね。一回座りましょう。ちょっと眼鏡かけとくから。あ、はい、これよし、これとこれでよ。この場合頭蓋骨に影響する可能性がある眼鏡がありますので、まず眼鏡からやりますね。眼鏡とかがね、あるとこ頭蓋骨がこう変わってしまってね、治療に邪魔するのよ。だからまずこの眼鏡をね、はい、あ、ちょっとごめん、もう一回ちょっとかけとって、はい、ほんでね、今の感じを覚えてね、どこが見えてるか、それ覚えておいてください。はい、よいしょ。これレンズは変えれないんで、こういうとこを変えて、その頭蓋骨の歪みを取りたいわけです。見えとるか。これ、うん、ちょっと待ってね。こうできましたね。こっちはこっちですね。こうですね。
これでもできたかな。ちょっとこちら前ですよね。メガネ屋ではありませんですね。で今度ここですね。これこう曲げたことをイメージしたら開く、こうで閉まりますので外側にこういうように開きます。で次ここですね、ここですね、こう曲げるとこっちですね、外向きに曲げてくださいということです。こうですね、こう曲げてください。ずっといってここですね、これを内側に曲げてください。こっち行きます。これ外側ですね、内側ですね。これでここですね。硬いあれですね。もう一回かけてください。感じ変わると思います。変わった？なんかバッと、バッときた？はい、景色が近づいてきた感じ。景色が近づいた。ちょっと後された、後された、はい、そういう表現の人もいます若干こっちは硬かったですね。はい、行きます。はい、ここやられましたね、これ。分かるの？はい。で、これもね、はい、柔らかいですね。だからこのね、眼鏡だけでもこんだけ邪魔するんですよね。うん、やらんでね、これは一緒ですね。これ分かった方が若干これだな、柔らかになったでしょ。うん、じゃあもう一回寝てください。眼鏡でどこまで直せるかで、眼鏡直せ、今日は終わりだって言ってどこまでいけるかで、ね、よし、そう、やっぱ上がりますね、眼鏡だけでもだいぶね、これね。うん、やっぱりちょっと柔らかになりますよね。うん、はい、降ります。こっちはどうとかなかったね。これはね、これね。はい。はい、いいですよ。これですね。大丈夫ね。はい、横。どうや。変わった？疲れがなくなった気がします。なくなった気がする？はい、ここなくなった。戻ってきましたね。はい。メガネが原因ちゃうわ。病気の。病気の原因メガネちゃうわ。はい、降りますよ。はい。はい、降りますね。よっしゃ。これちょっと今最初4本やったけど今は3本ぐらいになってきましたね。でこっちが5本がズボッといったんだよね。はい、やっぱりそのもうこれ人力がもうこれだけでもこんなに変わるってことです。人間の体ってね、面白いでしょ。はい、ね、びっくりです。びっくりね。この感じの力やね。はい、折って近いで1、2、3。うん、やっぱりちょっともう張り出しましたよ。近いで、もう一回言うよ、上げとってよ。1、2、3。うん、ちょっと張り出したけど、まあまだまだ甘いなという感じですね、本体はね。はい、じゃあ座りましょう。ここから歯医者登場な。ここまではメガネ屋さん。地の木、天の木ですから、まず天を見ますね。天と地で、あ、まあ、オリムしようか。オリムわかる？そうそうそう。はい、近いとこな。で、トントンとやるところが閉ま、開くか。トントンで閉まる。ということは上優先やな。トントン。上優先ですね。そうそう、上優先だから、タッ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 見とってな。パカッと開いちゃうでしょ。パカッと開いちゃうから、このアカシックレコードとは親和性がないわけや。だからこう、まあ、嫌ってるというかさ、これ好きならなかった。で、太鼓を用意しましょうね。アカシックレコードをイメージしたでいいから、この上の5番あたりですね、こう直したってイメージするわけですよ。でこっち直したってイメージするわけですよ。こっち直したってイメージするわけですよ。こっち直したってイメージするわけですよ。ちょっと力取ってよ。直したって意味するわけですよ。直したって意味するわけ。こっちです。だから右の下の5番あたりが直したと意味したときに、このアカシックレコードを嫌がらない体になりそうやなという気がするわけです。はい、楽にしましょう。で、このように治療していきたいんですけど、バーがあるんで、
ここね、人差し指口出してここここ、そうそうそう、でこれをな、これどこね、でこっち小指で折ります、はい、力入れて、これ閉まるよね、ん、見えない見えない、これ閉まるからね、だからこのバー使いますよ、このバーね、このバーね、回転はこれでよし、ほんで回転数が速すぎるのかな、うん、速すぎます、これでいいです、これで合いました、そうするとこれは金属がガタガタンと入ってますんで、はい、ちょっとこう見せてね、でこの4番直したらイメージしても開きますね、で5番を直したことをイメージしたら閉まります、で6番イメージしたら開くので、これは5番ですね、5番を直しなさいってことです、でこれちょっと形変えますね、はい、あ、どこや、ん、こうですね、この方向、これ金属なんでね、ごめんね、なかなか崩れないな、こんなもんかな、よし、はい、中下ところで上げたって、上げますよ、はい、見とってな、閉まってきたよ、うん、これで上が整っていたはずです、もう一回いきますね、はい、手で、はい、よしよし、これビヨーンとくやな、ビヨーンとくんね、ええわなけど上半身がね、よし、はい、いくよ、ビヨーンだもんね、ビヨーンだもんね、これ硬かったやろ、これだめだけど、さあ、寝てください、これ上からの状態、これ多分いけると思いますね、これからさんなればね、うん、もうこれやりません、これ力入れて、はい、力入れて、1、2の、いくよ、力入れて、1、2の、さあ、これが1、2、だいぶ入っていた、だいぶ入ってきましたね、はい、下ろして、あ、これもう2本まで来ましたね、こっちはね、はい、あのこっちまで3本ですね、はい、あ、だいぶ良くなってきたけど、これ多分ね、上は多分終わってます、ちょっと座ってください、もう一回上見ますよ、たた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 、多分終わってます、だから下ですね、今度はね、はい、立ってください、あの肩幅ぐらいに足開いて、あのスタンダードなしでいいです、肩幅ぐらいに足開いてください、そう押しますからね、倒れに力入れてくださいよ、いきますよ、多分あかんわ、あ、そうでもないか、まあまあ耐えてる方ですね、はい、あ、こっちが弱いってことか、いきますよ、はい、あ、こっちが弱いですね、思いっきり弱いですね、その前にちょっと待ってね、空間見ますね、空間出てないですね、だからこの今こっちが弱いんで、これ弱いんで、これを直しましょう、はい、座ってください、でこの空間のここですね、たたたたた、ここですね、で2点時間差やりますよ、まあ、小指しようか、はい、近い取ってね、下の前とここ出ますね、はい、合わせてこことここ出ない、ということは下ですね、下の前歯ですね、はい、新芽要はあるパターンです、これとこれは共鳴してますか、してない、この歯とここは共鳴してますか、してない、こことこれは共鳴してますか、してます、こことここは共鳴してますか、虫歯あるな、これ何しようかな、これ危ねえぞでもちょっと反応するけど、 これね、これが一番ひどい、強いです、この反応が、これが一番反応が強いです、ここを丸めます、はい、合わせて、ね、ここですね、ここは こっち向き、指入れてるね、もうちょっとですね、これ押させるね、もうちょっと、うん、これですね、はい、結構です、はい、もう一回見ましょう、あ、見ましょう、タップだって今です、これで多分安定してくれてはずだよね、いくぞ、近いでよ、1、2、3、わかる、近いで、はい、全くなかった、はい、もう一回近いでよ、1、2、3、そんなに入れてないですよ、私の力、そう、それでいいね、地面、地球とつながると
すごい力で動かないなんで人間って1の3若干ないかなこっちに比べて、うん、ちょっと強いかなこっちの方がいくよ1のこっちがなんか全然もう動きせえもんなこっちが少しいくよ近いで1のあ少しちょっと入れるんでもうちょっと見ましょうちょっと座ってだいぶ良くなってきましたちょっと小指してここやろうんいやここやなこれ下とここがちょっと残ったんかなと思って上もう一回左上とこっちがあ上の方が出ましたねじゃあちょっと足して1本歯が中入っとんねんなはいかんで開けてこの歯が中入っちゃってるんでここが出てますのでこれちょっとバレますはいはい合わせてこの2番の歯が中入っちゃってますねはい、もう一回小指して。あ、消えましたね。はい、今座ってる。座ってる。立って。これで多分消えると思うよ。いくよ。ガチンコな。いくよ。せーの、1、2、3。上がる？あ、間違い出てない。これし、うん、これでしっかり立てましたからね。はい、じゃあ寝てください。ずんずん仕事が進むね。はい、力いきますよ。いくよ。はい、ガチガチで、1、2の3。もう動かへんだよ。1、2の3。わかるやろ。全く動かないです。はい、よ、楽にして。もうちょいこっちも動かへんの。力いって、1、2の3。動かへんな。OK。はい、曲げますよ。はい。月やせんけど、2本まで行きました。はい、こっち。あ、こっちも2本まで行った。わかるよ。まあ、よう曲がった。同じになりました。これちょっと立ってみて、立ってあげてみて、どうやら変わらへんか。もうこなしてもこなしても何してもいいけど、どないや。変わりましたか。変わりました。どんな感じ。うん。曲げたら、うん、膝全体でも痛いかったんですけど。うんうん多分このまま全然階段行けるんちゃうかっていうぐらいちょっと階段がないんでねごめんないですけど、うん、バックになってます、うん、全然曲げるのに苦労してたのまだ恐怖感がないです、はあうん、恐怖あったありましたありました、うんうん、右は、うん、左は、うんはあ、十分力も入ったしね曲がるようになったしね、うん、ありがとうございますなんかいけそうめっちゃ楽ですめっちゃ楽はい、はい、お疲れ様でしたはい、はいはい、また仲間さんに。